にちは、ビレージのボタンです。今回は嫌でも効いてしまう腹筋を紹介していきたいと思います。ビレージの公式 LINE ではお得な情報などを掲載しておりますので、ぜひ概要欄からチェックお願いいたします。嫌でも効いてしまうっていう理由としては、腹筋を始める前のフォームに入った時点でも腹筋が使われるからですね。フォームに入った時に腹筋に感覚がない場合は、そもそもフォームができてないっていうことになってしまいますので、フォームを作る時にまず腹筋にイメージをしてもらいたいっていうところはあります。早速やっていきたいと思います。腹筋の種類としては、ニートゥーチェストって言われる膝を胸に近づける腹筋になります。で、大体、こういう寝転がってこういうようなイメージで行うんですけど、このシートに座って行っていきます。まず手をですね、このシートを握るような感じで支えます。で、この状態で足を浮かせます。大体腹筋するときみんなこの後ろにもたれながらやると思うんですけど、前に全体重かけます。で、足を上げる。この時点でもう腹直筋のこの上部の方がね、もう収縮されるんですよ。グッとこの状態で来ます。で、ここからさらにニートチェスト、ニートチェスト、ニートチェスト。上部にも効くんですけど、レッグレイズの動きも入ってくるので、下部の方にもしっかりと来ます。もうちょい地面との距離があれば、さらにストレッチもかけることができるので、足が伸ばせれば伸ばせるほどいいんですけど、僕はそれ以上にストレッチをしたい場合は、もうドラゴンフラッグなどを行うんですけど、効率よく、今日腹筋追い込みたいなっていう時は、ぐっと体丸めて、前に倒れないように腕で支えながら膝曲げて、ここからニートチェスト。しっかりと息を吐きながらぐっとやるといいです。で、今僕ずっと前に倒し中かけてたんですけど、下ろす時にちょっと体を倒して伸ばしてあげてもいいです。下ろす時にこう胸張って、で、下ろす時にはぐっと体重が前に、この手がなくなれば、前にコローンって動いてしまうぐらい、もう前に体重をかけながら行います。これが普通にやってても楽やなーってなってきたら、1キロのダンベルとかを足に挟んでこうやってあげる。で、今僕膝を曲げながらやってたんですけど、もっと下に下ろしたい場合はもう伸ばしながらこの辺で掴んで前に倒して、この前に膝を伸ばしてやってもいいです。膝を伸ばせば伸ばすほど下腹部に、膝を曲げてやればやるほど腹筋の上部あたりに効いてくるっていうイメージをしてもらったら大丈夫です。これを前に体重かけるだけで家でも効いてしまう腹筋でした。ぜひ皆さんも参考にこの種目やってみてください。今回のこの動画が良かったらいいね、チャンネルの登録よろしくお願いいたします。こういう動画作ってほしいなどもあればコメントでお待ちしておりますので、ぜひどしどしとコメントよろしくお願いいたします。ビレージの公式 LINE でもお得な情報を掲載しておりますし、新商品の情報なども概要欄にて掲載しておりますので、ぜひ確認してください。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。